どうも皆様こんにちは。今回は家庭菜園のミニトマトの後編としてミニトマトの収穫について報告していきたいと思います。前回の前編ではミニトマトの苗の植え付けから1ヶ月後までの成長の様子を報告しました。その前編ではミニトマトは非常に生命力が高く、次から次へと脇芽が生えてくるため脇芽取りが重要であるということを紹介しました。本動画と合わせてそちらの前編の動画もぜひご覧になっていただければと思います。さて今流れている映像は6月半ばに撮影したもので、苗の植え付けから6週間が経過しています。ご覧のように6週後にもなると花が咲き、実もなりだしています。また脇芽が伸びたものがここにありますが、このまま成長すると枝が折れてしまうかもしれないので、支柱をもう一本斜めに立ててこの枝を支えるようにしました。この枝は日当たりが良い方に伸びるので残しておくというわけです。ちなみに花が咲いたらこんな感じで花の先端を指でポンポンと軽く叩いて人工的に受粉を促してあげると実がつきやすくなるそうです。はい、それから2週間が経って植え付けから8週間後です。枝の量がかなり増えました。2株あるうち向かって右がミニトマト、左の株はミニトマトではなく普通のトマトです。家庭菜園でトマトもうまく育つのかどうか検証しようと思い、今回初めてチャレンジしています。さて7月に入って暑くなってくると、ご覧のように株の下の方の葉が茶色や黄色に変色してきます。病気が広がらないように私はこの変色した葉をカットするようにしています。こちらはミニトマトの上部です。上部は脇芽取りをしていないので非常に込み入ってきました。ミニトマトは本当に次から次へと脇芽が生えて枝へと成長します。ご覧のように実も赤くなりだしてきました。来週あたりに収穫できそうです。植え付けから2ヶ月が経ち実も色づいてきたので化学肥料をまきます。実のつきが良くなるようにこれからは2、3週間ごとに肥料を与えます。それから1週間後です。先週赤くなり始めた実が熟したので収穫します。ゴールデンウィークに苗を植えるとこのように7月半ば頃から収穫することができます。さて前編でも述べましたが、家庭菜園では1株から100個のミニトマトを取ることを目標とします。とりあえず今年の最初としてまずは4個収穫しました。今動画の残りでは最終的に何個のミニトマトを今年は収穫することができたのか数えていきます。さらに1週間後、植え付けから10週です。茎は上に大きく成長し180センチの支柱より高くなってしまいました。まずは赤くなったミニトマトを収穫します。今回は7個を収穫し、先週の4個と合わせてこれで累計11個となりました。収穫後は全体を見渡し、変色した葉を見つけたらカットします。相変わらず茎の下側には脇芽も生えるのでこれもカットします。それから茎が支柱よりも高くなったら茎の先端をカットする摘心という作業を行います。これは支柱よりも高いところに実がなると支えきれずに茎が折れてしまう可能性があるということと、この時期は茎の成長ではなく実を実らすことに専念してもらうためです。そのため茎の上の方に生えた脇芽も積極的に取り除いていきます。こちらはミニトマトの左側に植えているトマトですが、7月中旬になってようやく3つ実をつけました。最初の肥料を与えてから2週間が経ったのでまた肥料をまきます。実はミニトマトは乾燥した地域で生育する植物なので、
水はたっぷりではなく適度な量で大丈夫です。また1週間後です。3回目の収穫を行います。今回収穫したミニトマトの多くは皮が裂けています。これは雨の次の日などで実が水分を吸収しすぎると起こります。この裂け目から虫が入ったりするので確認しながら収穫します。また与える水が多いとミニトマトの味が水っぽくなります。ただこれを恐れて水をあまり与えないと今度は皮が硬くなってしまい美味しくありません。天候によって与える水の量や頻度を調整しなければなりませんが、土が完全に乾いてしまわない程度に水を与えるのが良いと思います。今回は10個収穫し累計で21個です。それから3日後です。暑い日が続いているのでミニトマトは次々と赤くなります。ミニトマトの実が赤くなる上で重要なのは経過した日数ではなく積算温度というものです。花が咲いてからの積算温度が750度から1000度になるとミニトマトの実は赤くなるらしいので、例えば1日の平均気温を25度とすれば開花から3、40日で収穫できるようになります。ちなみに桜の開花も2月1日からの積算温度で予想されるようです。桜の場合、1日の平均気温に基づいた400度の法則と1日の最高気温を参照にした600度の法則というものがあるので、興味がある人は Google 先生に聞いてみると良いと思います。今日も10個収穫したのでこれで累計31個になりました。その2日後です。私が不在の間に小学生の息子が11個収穫してくれました。これで累計が42個です。またその2日後にはミニトマトを7個収穫し、さらにその5日後には4個を収穫しました。これで累計53個となりました。はい、8月半ばになりました。苗の植え付けから14週です。今日はまず小さいですが赤くなった3つのトマトを収穫します。残念ながら今シーズン収穫できたトマトは結局この3つのみでした。3つしか収穫できなかった理由は苗があまり良くなかったか肥料が少なかったのかのどちらかと思われますが、いずれにしても今回分かったことは家庭菜園でトマトを育てるのは難しいということです。次にミニトマトも収穫していきます。今回はまだ完全に赤くなりきっていないミニトマトも収穫しています。というのも実はこの日の夜に台風が接近するということなので、強風で実が地面に落ちてダメになってしまわないように赤くなりかけたものは全て収穫しているというわけです。日本に住んでいる以上、最低でも年1回は台風が上陸するので、その対策も必須となってきます。ということで、支え棒自体も風で倒れないように固定します。安定させるために最低でも2箇所から固定すると良いでしょう。はい、それではこれが今日の収穫です。トマト3個とミニトマト18個を取りました。ミニトマトはこれで合計71個です。まだ青いものもありますが、真夏で暑いので2、3日放置しておくだけでちゃんと赤くなります。トマトは冷やしトマトとしてその日のうちに美味しくいただきました。1週間後の15週目です。ご覧のようにとてもたくさんのミニトマトが赤くなっています。台風が過ぎた後ということもあってひび割れたものが多いですが、食べる分には全く問題ありません。ところで皆さんはトマト好きですかね？トマトは好きだけどトマトジュースは嫌いって人もいますよね。
私はどちらも大好きで、ミニトマトを収穫したらもぎたてでここぐらいすぐに食べてしまいます。今回は21個を収穫したので累計92個です。ちなみに左側に植えていたトマトはもう実がなる気配もなく、このまま育て続けても仕方ないので、このように一足先に伐採してしまいました。その2日後です。収穫する様子の撮影はしませんでしたが、この日は27個のミニトマトを採りました。これで目標の100個超えです。さらにその2日後です。またまた収穫します。実は私は家庭菜園でミニトマトを育てるのは今年が3年目で、1年目は123個、2年目は130個のミニトマトを収穫しました。猛暑のおかげかもしれませんが、今年はさらに個数が伸びそうです。結局この日は33個も収穫できました。この週だけで80個以上も取れ、この8月下旬の怒涛の追い込みで累計が152個となりました。さて9月に入りました。植え付けから17週です。ミニトマトは5個だけ収穫しました。累計で157個です。9月になってもミニトマトはまだ脇芽が生えたり花を咲かせます。本当に生命力が強いというか、子孫を残そうと必死に生きているんですね。その一方でだんだんと寒くなるせいか、白くなったり枯れたりする葉が多くなってきます。ということで変色した枝や葉を切り落としていきます。実がついている枝だけを残し、それ以外の枝や葉をカットします。もう9月ということですので、終わりの準備ということになります。切り落とした枝や葉は生ゴミとして捨てます。さらに6週が経って植え付けから23週となりました。10月半ばになり、かなり寒くなったので全然実は赤くなりません。さすがにこれ以上育てていてもしょうがないので、今なっている実をすべて取ってしまい、茎や枝はすべて伐採しました。これで今シーズンのミニトマトの家庭菜園は終了です。さて最後に収穫した青いミニトマトは24個です。寒いとはいえ3週間も放っておくとこのように赤くなります。ただ皮がブヨブヨになっていて、そのままだと美味しくないので潰して適当に味付けして食べました。ということで24個を加算して今シーズンは合計181個も収穫することができました。ということでこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。